あ、反抗期反抗期天君だ。こんばんは。アクスタみんなゲットしたかーい、ゲットしたかーい。やばい、ママが腰に尻尾貼ってくれたんだけどさ、私が前かがみになって貼ってたからさ、めちゃめちゃ皮膚が突っ張ってめっちゃ痛い。頼んだ？イエーイ、うーれしい。まだだよ、だって早く頼んでください。私も3つ頼みました。イエーイ、3つ自分のアクスタ買いました。3つ自分のアクスタ買いましたよ、自分で。ファミマ行かなきゃ。でこのあと、待って、ちょうど、え、今何時だっけ、ちょっと待って、ちょっと一瞬待っといて、ちょっと一瞬待って、10秒で帰ってくる。膝掛けをするんです。でこの後は TikTok ライブもするので来てね。自分のアクスタ3つ買ったのすごくない？なんかそういう記念的なものは藤園家毎回頼んでるんですよ、自費で。だからあの生誕グッズとかも毎年頼んでて、藤園家4秒だったらしいです。数えてくれてた、嬉しい。そう、じゃあ7時25分までショールームをします。で、ショールームが終わったらすぐに TikTok ライブします。ショールームの方が漏れてるんだよね、顔。じゃん、このカラコンはすずちのやつ。そう、本当は今日ね、すずと配信しようねって話してたんだけど、できなくなりました。そう、私お母さんがいて家に、そうだから一緒に配信ができなかったです。やっぱ人のカラコンつけるとさ、なんか顔変わんない？ちょっとすずっぽくない？目うるうるして。仕事終わらないおたしはさ、終わんないの、しんどいな、仕事終わんないでしんどい。すずち見たかった。え、そうなの。なんか私のファンの人結構すずちのファン多くて、ギルドバトル負けたね。待って、本当にごめん、私学校に iPad 置いてきたのよ。そう、私待って、ギルドバトルね、本当に申し訳ない。私のギルドに入ってる方絶対怒ってるよね、私に。昨日ね、なんかそのギルドのメッセージチャットみたいなのがあるんだけど、ちょっと申し訳ないなって思いながら見てて、ごめんね。だから明日学校から iPad 持ってくるから、で iPad にあの入れてるの、ドライブをね。だから明日ショールームで教えてください、どうしたらいいのか。うほうほうさん、ありがとうございますね。そうなの、ちょっと本当に申し訳ない、私がいけない、ドライブの件は完全に。そう、ちょうどね、お仕事、そう、説明は聞けたんですよ。一応参加っていうか、そのズームに集まってみんなで会ったんですけど、ちょうどお仕事のお仕事をね、片手にしながらしてたから、あんまり聞けなかったです。で2回目、そう、なんかそのお仕事片手にっていうのも、書き物をしてたのね。で私生誕じゃないですか。でそのちょうど生誕のいろいろ締め切りと重なってて、まだですかって言われてて、忘れてたっていう書き物が一つだけあって、でそれ、まあ、5分ぐらいあれば終わるわと思ってピーってその聞きながらやってたから、そう、あんまり聞けなかったの、本当に申し訳ない。あの警察24時終わって書き物しながらその聞いてたんです。でもあのまた別日に会ったんですね。でもその日私ちょうどお仕事で聞けなかったんですよ。だからその完璧に私ドライグ
分かってなくて、そう本当にごめん。私明日ちゃんとします、明日からちゃんとします。明日からって言ってたら今日しろよと思うじゃん。学校に置いてきたんですよ iPad を。で私 iPad に入れてて、でそのメンバー ID とかも決まってるから携帯に勝手に入れてやるっていうことでできないの。だからちょっと本当にお待ちください、もう少々お待ちください。そうそう、今日ね面白かったことがあって、その私普段あんまり使ってないバッグを今日学校に持ってったのね。でそれはどんな、いつも私は結構ちっちゃいお財布だし中に入れれるしみたいな、結構こんぐらいのちっちゃめのバッグをねいつもあのそれも横にこうかけれる斜め掛けタイプだから、それをよくっていうかほぼ毎日使ってるんですけど、今日学校に iPad とかその学校の宿題系みたいな紙のやつをね持っていかないといけなくて、まあ、ファイルだのその iPad だのあと鉛筆だの結構持っていくものが多くて、だからどうしようと思った時にそのレッスンの時とかにレッスン用に買ったバッグがあるんですね。なんか卓球なんかあの郵便局屋さんみたいな形のバッグがあるんですけど、それをやってたので、私最近香水どこやったかなと思って、それこそのんのんがくれた香水なんですけど、それ香水結構いい匂いだからどこやったんだろうってずっと思ってて、でも探したんだけどなくて、でまあいいやと思ってそのバッグ今日持ってたのね。でバッグの中にいろいろ入ってたの、ティッシュとかなんか前食べたねなんかお菓子のあのチョコの包み紙みたいに入ってて、まあでも時間ないからもうここにぶっ込んでいこうと思ってそのまま行ったので、学校に着いてあれカバン見たら、カバン見てまあいろいろ iPad とか出すじゃん。で先生に提出物とか出してたら、まあゴミ箱近くにだからゴミ捨てようと思って、まあ暇だしゴミの整理でもするかカバンの中と思ったら入ってたんですよ、私がその探してたのんのんからいただいた香水が。そうでかけたの、シュッてめっちゃいい匂い、今もいい匂い、あもう今匂いないわ。っていう話だからさ、結構私バッグの中に探し物とか割とバッグの中に探し物、うほうほうさんありがとうございます。ライムさんネモースだって、すごいネモースさんのあるんだ、ありがとうございます。あキラキラもありがとうございます。TikTok ライブ何話そう、なんか TikTok ライブしたらさ計800人ぐらい増えた、これは探し物を忘れた頃に、ね、そうちょうど忘れてたの、なんか忘れたっていうかもう忘れてたのね、どこにあるんだろうってずっと思ってて、そしたらあったバッグの中、ハウさんありがとうございます。何このネモースさんのコラボのギフト、コラボなのこれ、なんか怖いんだけど。天守閣さんありがとうございます。なんか怖いネモースさんのギフトなんか怒りそう。パタタラララニーニーララ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 ラ別にコラボじゃない、あコラボじゃないんだ、なんでなんでいきなり、これネモンスさんのじゃないの。さあ私縦画面めちゃめちゃ漏れないんだよな。 Oh baby baby Ooh ooh baby baby Ooh ooh 毎日毎日朝起きてお化粧して来る暇来る暇仕事して家に帰る、本当はやりたいこともいっぱいあるのに、メイクも落とさずベッドにダイブ、はいお疲れさん1週間意外と長い、
だってまだ水曜日、目指せ花の金曜日。なんか目覚ましテレビ思い出す。ライムさんラブありがとうございます。なんかめっちゃ可愛いギフト増えてない？おつまみさんありがとうございます。眠い、今日めっちゃ学校頑張ったから眠い。学校ってマジ疲れるよな。めっちゃ学校頑張った今日は。もうね、頑張ったわ今日は。頑張った。ブブ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 。そう、今日は学校の終わりにすずと、私いつも学校終わりにすずとスシローに行くっていう日課があるんですけど、でスシローでTikTok を撮るっていう日課があるんですけど、そうで今日もスシロー行っちゃうっつって、行くってなって、でも配信者、じゃあ配信者にしようっつって、あいいよってなって、たこ焼き作るってなって、今日はじゃあたこ焼きじゃないや、スシローはやめてたこ焼きにするかって思ったんですよ。でもあれ、たこ焼き作れなかった。また2月に入ってからかな。ちょっとね、あれ映画の撮影、あのなんだっけ、クジラの島の撮影もあるし、ちょっと体調とか壊したらあれだなので、そうだから今日は断念しましたけど、たこ焼き食べたい、たこ焼き食べたいな。そう、今日ね学校の先生がね、あのなんだっけ、大谷エミリさんに似てて、イコールラブさんの、めっちゃ可愛いの。なんかさ、学校の先生も今さ基本マスクしてるじゃん。そうで、マスクしてるってなんか今日ご飯みたいな、ご飯食べてて先生がで、マスク外してて見たらめっちゃ大谷エミリさんだったので、なんかずっと可愛いと思ってたんだよ。マスク外しても可愛いって思う人ね、思ったの。理想、予想通りって感じ。顔可愛かった。押し始めキャンペーンのギフト、あ、そうなんだ。高校の登校日、あと卒業式しかない。嘘でしょ。私結構あるよ、テストがある。もうテストやだ、テストやだ、テス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 トやだ、テストやだ、テストやだ、テス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 トやだ。あー、もうテストやだよテスト本当に嫌なんだけど、なんでテストってあんな。もう本当にテストやだ、本当にテストやだ、本当にテストやだ、テストやだ。テスト、テストやだ。なんでテストってあるの？で、私結構今回ね大切な試験なんですよね。顎めっちゃ痒いんだけど、今日めっちゃ顎痒く、それもここに虫刺するみたいな、ずっと書いてるんだけど、それもさ、マスクさしてたらさ顎かけないじゃん。だからマスクの上から書いてたから、なんかめちゃめちゃカサカサしてる。もう痒い、それもここら辺も痒いし、じゃんじゃんじゃん。ねえ、 TikTok ライブの縦画面ってマジで漏れないから嫌なんだよね。一回縦画面してみる。ちょ、練習しよう。 TikTok ライブの TikTok ライブマジ漏れないんだよな。ショールームは漏れんの、こうやってヤッホーって漏れるじゃん。症状、あ、待って、無音の人はしんどいか、私の配信書かない方がいいよ。だあっちは加工ないの？だって、え、こっちの方が加工してないの？逆に TikTok の方をバリバリ加工してるのね。目を大きくするとか。だから TikTok の顔さ、私違うじゃん実際。インスタとか Twitter とかに載せてる顔とね。そう、TikTok はもう加工するって決めてるから加工してるんですけど。そう。こっちの方が無加工なの。まあ、肌はやってるけど。でも言って、最近肌の調子いいんだよな。肌もうこれ、これオフ、
オフにしたらこんな感じ。すごいでしょ、アイドルの現実。これだよ、肌汚っ。肌加工落としたらこんな。え、待って、待って、肌の加工なかったら、待って、めっちゃブスじゃん。もうやだ、今日目しかメイクしてないんですけど、学校だったからね。あーもう、はい、滑らかさ戻します。今肌加工な、肌綺麗なだけでめっちゃよく見えない。まだマシン見えない。お母さん、お母さん、お母さん、ママ来ない。お母さん、あ、来た、お母さん来た、お母さん来た、読んでみただけ。ね、ねえねえ、バースデーケーキ食べよう。ファンの人の前で食べてないじゃん、一口しか。持ってくるのか、あとでだって。そうやってね、私は一生ケーキを食べられないんですよ。誕生日の日さ、私一口しか食べれなかったんだよ。一口こうやってめっちゃ硬くて、あの31のアイスケーキだから、これ食べようと思って、え、おいしいっつって、え、おいしいっつって、ママがとことかってやってきて、ケーキ没収されたの。それっきり。そうだから私食べてないんです。私本当に食べてない。痩せたとは思わない？最近どう？太ってたわ。じゃあこんぐらいで終わって、次は TikTok ライブをしたいと思います。 TikTok ライブみんな来てね。 TikTok ライブは、 TikTok はチャマっていうのでやってます。もしよかったら、まあ時間があるよって人は、まあ、見ていただけたら嬉しいです。まあショールームと変わりないんですけどね。じゃあランキング読みます。13位、タンニさん、ありがとうございます。12位は中身さん、ありがとうございます。11位は伊賀の藤丸さん、ありがとうございます。10位はベベモンさん、ありがとうございます。9位は北海道バイトなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。8位は時計は買えるけど時間は買えない、家は買えるけど家庭は買えないさん、ありがとうございます。なんか重いね。7位ハッピーサッピーさん、ありがとうございます。6位はもぼろしさん、ありがとうございます。5位はセッキーさん、ありがとうございます。4位はハウさん、ありがとうございます。3位は天守閣さん、ありがとうございます。2位はウホウホさん、ありがとうございます。1位はライムさんです。ありがとうございます。じゃあまたすぐ TikTok ライブ始めちゃいます。ありがとうみんな、バイバーイ。イエーイ。私はケーキを食べられるのでしょうか、それともお母さんが食べさせてくれないでしょうか。バイビー。